環境変わんないの YouTuber 目線しんどそう。まあそれもあるけど、どちらかというと見てるみんなからしてもさ、長くねってなるでしょ、 3ヶ月バランス同じっていうのは。だからまあ月1がね、まあベストだなと思うんですけども、仕方ないですよね。ヘイヨー、ケンツメッシュです。今日までくらいやっていくんですけど、今日はですね、もう使いたいデッキ使おうといったところで持ってきました。あのタンスの奥にホコリがぶって置いてあったんですけど、高回転ジャイホリです。懐かしいね、 2.9 ジャイホリ。ミニペがめっちゃ強かった時かな。これが強くて、今の環境どうだろうって部分なんですけど、ちょっとね、やっていこうと思います。ということで、早速ね、ジャイホリ使っていくんですけど、ま、本当に使いたいだけだから、吹っ飛ぶこともあるよね。てか、初手やっぱ。初手相手やっぱ。そんなギャンブルな攻めができるんで、たまたまこっちの手札も、そんな、よっぽどのことじゃない、事故んない手札だけど、死んだっすね。これはもう相手がもう、運がいいとしか言いようがないですね。ミニペからか、もしくはマジアチからあればもっとダメージを抑えられたんですけど、まあ初手ゲーかもされたんで、しっかりと分からせていきましょう。マジアチからいこうか。メガナイトね。これ5あるかどうかに、マジで変わるんだよな。5はある。じゃあ受け。インフェやばいな、一滴笑っちゃおう。これも無視でいいや。はい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 。んで、ホグ来た方にミニペマー出すの確定。こんな感じでガゴかギャング、まあ一応打っとくか俺。いや、入んねえか。しゃあねえな。どうしようかな。血邪いしても、まあ、マジアチに5打たれるんだよな。とりあえずディガー飛ばしましょう。ディガー飛ばして、マジアチとかうまく使いながら、組んでいきましょう。まあ、ケツジャイから行きましょう、これは。まあ、一応。はい。なんか、相手の攻め方がすっげえヤンキーだから。オッケーオッケー、コウモリ入ってる、コウモリ入ってる。おいしい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 。ジャイ受けがね、強いんですよね、これ。なかなかに。で。オッケー。んで。ディガーで攻めてってあげて。お、ミニペが入っちゃった。あー、おしゃれ。なんかたまたまのディガーの位置だけど、クソおしゃれに入ったわ。まあ、こういうデッキだったら結構勝てますよね。続いて2試合目いきましょう。よろしく。やっぱこういうね、昔のデッキ使ってみるってのもね、また楽しいんですよね。なんか懐かしいというか。エギババエギ引くかな。なんかどこまで戦えるんかやってみたいけど、これまさにく、どうしようもないけどね、ちなみに。アイスウィズ。あと、エレジャイもちょっとだるいか。まあ、あー、来た。エギババ。まあ、マジアチャと。スケで、なんとか抑えてって感じなんだけど。延命できてたら熱かったね。まあ、相手なんか多分、ライトニング系のデッキな気しますね、これは。さて。まあ、様子見からいきましょう。んで、虫からのこれか。これさ、ダクネから先行してくるんで、
風呂沸くらしいんで、ちょっと待ってくださいね。はい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 。今のはもったいねえな。相手の美味しいダクネ線香だったんだけど、ちょお風呂沸くらしいんで、ちょっとお風呂のメロディー流れちゃうんだけど、すまんそれはマジで。そう、今日筋トレ終わりでお風呂を沸かしてね、こう入ろうかなと思って。マジでチャカリ行きますか。ライトニング切ったんで、まあ、ジャイミニペあたりぶっ込んで、でエイババがきちいな。正面突破できるかな。はいはいはい。いや、ゲロきついな。まあでもなんとかが、なんとか。で、ここでダクネから切って、いやー、とりあえずじゃあ行く。沸いた、お風呂が沸きました。はい、それ美味しい、それめっちゃ美味しい。んで、こうですね。で、ライトニングは、いやー守られてんだよな。はいはいはい。マジ？いやーえぐい、これきついな、マジか。いや、エリババ強いよ。はい、ということでラストいくんですけど、さっき回線落ちして、マジさ、あの回線落ちした時って本当に世界で生きてて一番問題と思うんだけど、どう？本当にもう完全に、なんだろうな、もう Wi-Fi もつけてなくてみたいな時、本当にもう、ええみたいな、え女みたいな、回線落ちだけは乗り許せないですね。なんか煽られようが遅延煽りされようが別にマジで何でもいいんですけど、回線落ちだけはマジで発狂しそうになる。やっててバカバカしくなるタイミングですね、マジで。さて、んなこと言いつつも、ゲボみてえな衣装引いちゃったんですけど、どうしようかな。どうしようこれ。コウモリがちょっと強い盤面ではある。とりあえずこいつはどうでもよくて、 OK、 なんとか金起動できた。これいきましょう。でコウモリまで使ってあげて、よしよしよし、これ相手しゃしゃぎましたね。さすがに多分折れるから OK、 守りからですね。こういう系の相手にはコウモリが強いはずなんで、まあ、そこをうまく使ってあげて許容して守ってからみたいなカウンターですね。おいしい、あの脳死攻め。とりあえずディガー飛ばしてあげて、親衛隊から入ってくる。とりあえずウッド使って親衛隊のやつ剥がしといてあげてから、はいはいはい、よいしょ、こんな感じでいっぱい回してあげてやれば耐えれるような、さすがに、さすがに耐えれるような気がしてきた。よしよしよし。さあどっちだ。いい感じですね。いい感じいい感じ。右側守りつつ左も見とけば
GG ですかね。よしよしよし、やっぱマジックアーチャーの回転で相手のファイブ落ち切るっていうのがイメージと、あとウッドサップで回すの大事ですね。なんか思い出した立ち回り。さあというわけで高回転ジャイホリーいかがでしたでしょうか。なんかすげえ懐かしい感じがしたね。だしなんかおっちゃんもうついてけねえなみたいな、このデッキついてけないわみたいな環境でしたね。エリババがとにかく強かったので、まああとマザネク来てもしんどいだろうし、まあファイブが特に多いって言った中でね、なかなか難しいところなんですけども、たまには、このデッキでぜひ使ってみてください。もしかしたら昔から、ね、今もずっとこのデッキ使ってるって方は、まあミニペンとかエリババに変えたりとかしてみたら強いかもしれないです。はい、ということでお疲れ様でした。バイバイ。